帰ったぞ。え、いやえ、叶わねえな今日の練習試合、結果を出すことを意識しすぎていつも以上に緊張しちまってた。だからボールを見失ってトラップミスにつながったんだ。もっと俺の持ち味を生かして自分らしいプレーをしなきゃいけなかったのに。すまねえな、ゆかり。いつも心配ばかりかけちまってさ。うん、もちろんだ。まずは目の前のことを必死でやるしかねえ。翼みたいに最初からうまくできるわけじゃないんだ。でも必死に努力すれば結果だってついてくる。俺はそうやってここまでやってきたんだ。今日ダメでも明日はもっと頑張ればいい。明日もダメなら明後日だ。いつかは絶対うまくいく。このやり方を変えるつもりはねえ。俺は諦めずに努力し続けてやるぜ。まだちょっと片言だけど、石崎さんの気持ちが伝わってくるみたいだよね。元気とガッツ、それが石崎さんの最大の武器だからね。これから先も何があったって石崎さんは負けないよ。絶対に抜かせねえ。
やべえ、張り切りすぎちまった。もう息が上がってきやがったぜ。けどこんなところでへばってられるか。ゆかりのためにも下を向くわけにはいかねえんだ。うわ、男気先のど根性見せてやるぜ。ナイスカットです、石崎さん。カウンターだ、アオイ。お前がボールを前線に運んでくれ。任せてください。この日の練習試合は3対0でロンバルディアが勝利。前回に続き葵は1得点を挙げる活躍を見せる。一方石崎は相手チームにチャンスを与えず、さらにカウンターの起点となるなど存在感を示した。お疲れ様です、石崎さん。今日は大活躍でしたね。俺にしては上出来だっただろう。どんな時でも気合と根性で何とかする、それが俺のサッカーだって思い出したんだ。開幕までまだ時間はある。